こんにちは、伊藤信弘です。今日はですね、ナルトがとうとう最終回するっていうことで、ちょっとね、最終回こうなるんじゃないかなっていう予想をですね、まあ、勝手にして、でね、皆さんのね、コメントとかもね、どんな風に予想してるのかなっていうのとかをね、知りたいなと思ったので、動画を今撮っております。で、まあ僕が予想するのは、やっぱもう今週のやつをね、見ていただいた方はわかると思うんですけど、もうやっぱラストはサスケとナルトの戦いだったじゃないですか。で、まあいろいろね、過去の物語とかいろいろ思い出したりもしながら、なんかバン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 いろいろ戦ってって、で、やっぱり前回ね、あの地で戦ってたじゃないですか。で、前戦ったようなシーンが結構被るようなシーンがあって、前と同じようなシーンに、似せるようなシーンがなんかいろいろあって、やっぱ最後は螺旋丸と千鳥のね、こうバーってこちゃーってこうバーってね、バシューなるバーンみたいになる感じで最後バーン終わってというか、そこでふわーふわーってフェードアウトしてって、ふわーって真っ暗になって何年後みたいな感じでふわーって出て、いろんなとこの国の模様がね、ふわーってなってって、で最後ら辺でやっぱ木の葉の里でしたっけ、バーンって映し出されて、でやっぱナルトはなかなか出てこないです。周りの仲間たちがね、バン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 いろいろ出てきて、大人になったね、大人になった仲間たちがボンボン出てきて、でも最後ら辺でさくらちゃんが出てきて、でサスケが出てきて、で最後ナルトがバーンって出てきて、そこでそういえばナルトとサスケの最後の決着どうなったんだよみたいなので、そのぼかすのかぼかさないのかちょっとわかんないけど、でもなんとなくあの作者のことだからちゃんときっちりさせるんじゃないかなと思うから、ナルトが最後勝って終わるんじゃないかなって思いますね。ナルトが勝ったんだよっていうことをね、ほんと最後の最後でなんかその知ることになって、でやっぱナルトは火影になって終わりか、またはちゃんとナルトとサスケの戦いのシーンでちゃんと決着つかせて、ナルトが勝ちましたよ、最後は俺だったな、俺だったってばよみたいな感じでバンっていって終わるのかな。まあ、でその後に何年後かってなってね、何年後はこうなってますよみたいな。でやっぱ最後の1ページを何で締めるかってやっぱ大事じゃないですか。最後の1ページは佐藤のあの顔をくり抜いたボン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 ってあって、最後ナルトの顔がドーンって乗ってって終わりがラストの僕の1ページの予想です。どうでしょう、皆さんはどう考えてるでしょうか。まあそんな感じで僕は予想しました。なのでね、もしよかったらそのコメントをしていただけたらなと思います。あと今までのね、名シーン、このシーン良かったなみたいなのをですね、私はこのシーン好きでしたみたいなのをね、そういうのもコメントしていただけたら楽しく見させていただきます。皆さん本当にいつもいつもありがとうございます。そんな感じで今日の動画でした。またね。